え、違うな。あ、なんかすごい出てきてるのに出てこない。あ、思い出しました。キリギリス親子やって、お遊戯会独特の口調ですよね。お腹が空いて死にそうですっていうのをずっとお兄ちゃんにいじられ続けました。一番最初、まあ、学芸会かな、小学校の。いやー、自分ね、全然セリフ覚えきれなくて、で、横にですね、こう置いといて、それを見ながら喋った記憶がちらっとあって、すごく恥ずかしい思いをして、それが一つの、なんていうんですかね、プレッシャーみたいな、トラウマみたいになっちゃって。アニメのセーラームーンがすごい好きで、将来私セーラームーンになりたいと思ってたんですよ。 で、そこで東京のサンシャイン劇場っていうところで、毎年かな、シリーズでずっとそのセーラームーンを題材にしたミュージカルをやっていて、それにガッとハマって、ずっと見てましたね、それを幼稚園から小学校低学年くらいまで。演劇かどうかわからないんですけども、保育園ありますよね。そこでみんなのごっこ遊びよくやってたんですけれども、ちっちゃい頃から僕ダメ出しみんなにやったんですよ。 やってると違うよって、キレンジャーはもっとカレーを食べるんだよとかね、ミドレンジャーはもっと弱いんだよとかね、そういう やったらすっごくね、面倒くさいことだったなってのは。中学の時に、なんか当時流行ってもないかな、読んだ漫画が演劇の、話だったんですよね。舞台の話をやってて、この演劇部って入ったら面白いかなと思って、それで入った感じです。なんかずっと小さい頃から表現のことでお金を得ていくっていうのはずっと思ってた子供で、不登校とかそういう時期もあって、普通の同年代よりも後から卒業して、でその時に私はまだやりたいことが漠然としてるから、今できる範囲でこうワークショップとかいろいろやってみようと思って、でその中でやったミュージカルのワークショップが本当に自分たちで作って、で出演もするという内容で、それがすごく面白くて、あ、演劇って面白いんだなと思って、それでやってみようのが始まりです。全然演劇なんて興味なかったんですけど、何か部活に入ろうと思った時に、他に入れる部がなくて、とっても田舎の学校だったので、なくて、まあなんかとりあえず入ってみて、なんか絵でも描こうかななんて思って入ったので、全く演劇をやりたいとはこれっぽっちも思ってなかったです。よくあると思うんですけど、なんか人が少ないから役つけられて出さされるみたいな、そんな流れではあったんですけど。甘いよかは私が20代から30代になる節目に書いた年のもので、自分たちの等身大のお話を作ろうと思っていた時から、いや、もっと老若男女を楽しめる上質な娯楽を作ろうっていう、5年先でも10年先でもやれる作品を作ろうと思って書いた作品だったので、自分の切り替わる時の葛藤みたいなものもそのまま多分乗っかっているところで、ある意味すごく荒削りな登場人物をわざと登場させて、その人たちをどう愛していくかみたいな過程をこう作ったような作品なんですよね。だから一話を書いていた時点ではもう個性の強い人ばっかりを書いて、なんかこんなやつらが一緒にいられるんだろうかっていう自分の中での疑問を自分に投げかけて、その人たちを丁寧に丁寧に紐解いていく中で、いろんな人たちの愛嬌だったり奥深さだったりを自分たちが感じていって、いつの間にかそのメンバーがドライブして、最後一つのなんか言ったらファミリーみたいな存在になる。これって市民と想像する演劇の過程そのままにもしかしたらなるんじゃないかっていうのはすごく思うんですよね。考えてみりゃ、あんちゃん、俺はただ俺はただお前と恥じらない格好でいるのが嫌で、上着を着てほしくてな。私も暑くて。お前は暑くてでも嫌だったんだよ、俺だけのお前なのに。どう、働く気失せた？大丈夫です、凄惨な現場は苦手じゃないんで。嘘と比べんなよ。もっとひどかったりして。あなたはもう働くも何もって感じですよね。
わざわざ来ていただいたのにすいませんでした。こんなところまで、恥ずかしいところまで見せちゃって。あんた意外にここが合ってるかもよ。道場買ういやらしいところなんて特にさ。じゃあこれから毎食まかないが出るのか。コンビに出すなよ。私どもだけ。おう。でもねえさ。そうね、いいかもね。そうね、いいかもね。うん。あの、一緒に住めますね。見せてあげるよ。ここがどういう場所か。私、望むところだって。落ちるところまで落ちてみなよ。何回もやってきている人たちがもちろん上手にもなっていくし、下手になってる時もあるしっていう、こういうのが不思議だなと思っています。で、毎回違う人もいっぱい入ってくるから、なんか豊橋さすがだなって。今回もオーディションですごいいっぱい人が来たっていうのを聞いて、こんな最中にみんないろいろ大変なのに本当にすごいなとは思いますね。もう生活をしながら演劇をやろうと思う人たちとそのお付き合いができるっていうのがやってる理由くらいの感じです。その朝子供のためにご飯を作ってお弁当も作って、それで働きにダーって出勤してギリギリまでフルで働いて、間に合うようにすごい一生懸命ここに来お芝居をし、そして帰ったらご飯を作るみたいな、まあ、あの 主婦っていうかお母さんの場合はそれで子どもの面倒も見たいとかで、男の人の場合は多分残業を切り上げできるだけ残業しないようにし、そしてきっと待ってる奥さんと子供たちにお芝居してくるからっつって言い訳し、あんた遊んでくんじゃないのっていうことも全部クリアし、そして家に帰ったらセリフをまた覚えて翌日出勤するっていう、なんでそこまでしてやるかなっていう人たちとやるのがちょっといろいろいろんなことが見えて面白いなっていう。では、今日から小屋行きです。セットが立ちました。仕込みありがとうございました。セットが立ちましたね。怪我しないように集中していきましょう。お願いします。あ、ザキンナ、誰だよ、来たやつ、来るぞ。まさかパパが来るなんて。お前来るか、羊羹だよ。ドライヤーの羊羹食ったのか。何事、何がです。切ろよ。いやだ、私切らんでろ。で、ふざけんな、誰だよ、食ったやつ。ここが回すっていうイメージがちょっと頭にあることによって、ふざけんな、誰だよに落ちちゃったけど、ふざけんな、誰だよ、ふざけんなより絶対誰だよのが上、はい、自分の責任がなくなっちゃったんだよね。で、なんでイライラしてたの、イライラどこ行った、暑いのどこ行った、急いでるのどこ行ったっていうのが全然体にない状態できちゃって、すごく、なんていうのかな、さゆが70% で芝居してるのに対して 100% のみんなが戸惑ってる現象、だから仕事して遅れて稽古に来たとしても、自分がそこにバンと持っていけるかってすごく大事で、さっきの3倍の時も遅れてたけど、そこでどんだけみんなに足並み揃えてちゃんと引っ張っていけるか、最後までの責任をもっと持って臨まないと、今のままだとみんなは水でした。例えばプロと市民だからとかっていう、プロとは違うからみたいな風に何か諦めることは全くないっていうことは分かりました。自分の求めるクオリティを市民に求めていいし、市民がそれを超えてくる可能性が大いにあって、私はそれに対していろいろ学びを得たりしてるんで、下に全く見る必要は全くないし、
逆に人生の厚みを持ってる人たちと出会って、いろいろ感じて学ぶ機会の方が多いんじゃないかと思うんで。さあ、ここ気をつけるって。所長さん。工場長。え、アンディです。どうするの、騒ぐのやめる、それとも5000円持って外行くの。しろおい、返事しろ所長さん聞いてんだろ、返事しろよ。泣いてんじゃないよ。所長さん5000円くれるって言ってんだろ。喧嘩の趣旨変わってない。始まったかみたいだな。もらえばいいじゃない、5000円。あ私より大事なんでしょ。そんなこと言ってないだろ。何の話よ。俺はただお前のはしたない格好でいるのが嫌で上着を着てほしくてな。私は暑くて。お前は暑くてでも嫌だったんだよ。俺だけのお前なのにお前がそんな格好。トンビ、なんと収穫、もっと早く来るんだからな。考えてくれ、ちっちゃいことでな。俺はほんとダメなやつだよ。なりたかったんですけど、それこそ始めた当初はスーツ着て働くサラリーマンとかになりたくなくて、でもかといってじゃあ何になりたいかっていうのもなくて、ただ芸能界というものに憧れがあって、でなんか売れたら楽して金稼い で女にモテてでできるんだろうなって思って始めたのが始まりで、もうすぐそんなことなくことは気づいて、だって夢を持ってたんだけどなんか夢が低くなってきたのか、ただ今頑張って生きていくしかないなって思いながら生きてて、今が楽しいんだって自分に聞かせてる感じです。別にすごいお芝居ができるわけじゃないから、そんな現場がポンポンあるわけじゃないんですけど、でも楽しいですよね、やってる時に。あ、うまくいかんって思いながらもやってるんだけど、なんでですかね、なんでやるんですかね、やめたくないっていう感じなんですよ。私は一緒に帰ろうって言いに来ただけじゃろ。調子いいこと言わないでよ。ここに来て2ヶ月一度も来なかったくせに。理想はこれから先もここのプラットでこの趣味と想像する演劇に関わっていきたいっていうのが一番の今の思いで、だからここに来れるようなところに自分の身を置きたいなと今は思ってます。自分が今まで二足のわらじじゃないですけど、学校と演劇というかそういう舞台とやってきて、両方やってきたのがすごい良かったなっていうのがあるので、なんか仕事にしちゃったらどうなんだろうっていう不安、もちろんどっぷり浸かりたいっていう気持ちはありつつも、なんかどこかで両立していきたい自分がいてってなったら、お仕事にしちゃうと違うのかな、でもやりたいなっていうのを今でもちょっと考えながらって感じです。一色だからいいです。一色いい靴がつけられるんだ。一色だけですか。はい。一色のためにあれだけのスケッチや支度を。どんな靴なんですか。どこを歩いても決して壊れない靴です。その靴があれば、どこを歩いても、どれだけ歩いても壊れないんです。それで疲れない。やっぱり今まで子供中心だったのが、自分の時間を
えるようになってきてるから、それプラスなんか娘も演劇とか好きになってくれたら嬉しいなっていうのはすごい思ってですけど、角田のお芝居はどうなんだろう。でも中1だったら全然いいと思うんですけど、多分まだ気恥ずかしさの方があるんだと思います。娘に全然来てくれなくて最近は。いやでも全然そういうタイプじゃなくて、うちの娘がなんかそしたら嬉しいっていうか、いろんな体験ができるから演劇って、なんか自分じゃない人の気持ちとかすごい考えたりとか、自分じゃない状況とか置かれる状況とかっていうのに寄り添えることができるようになったら素敵だなって、その演劇を通してもし娘がそういうこと人のことを考えたりとか自分以外のことを考えたりとかっていうことをができたらすごい素敵だなと思うんで。あんたの憤りはよく分かった、あんたのもよく分かった。私はね、ごめんないよ、ごめんないのかよ。40代か50代に見える女性っていう限定のこうあったので、全然私もっと上なんですけど、見えんじゃねとかって思って来てみたら、いやいやもっと上手がいらっしゃってお姉様方もね、お芝居好きな方いっぱいいらっしゃって、遠くからも見えてるし、ああ皆さんお芝居好きなんだなと思って、これも一つのご縁かなっていうのでやらせてはいただいているんですけれど、まさかまさかこんなにテンションの高い役だとかなんか本当に今ヘロヘロになりながらやっていて、で今後のことを言うと、実は私親が高齢なもんですから、まあ、父も母も健在ではいるんですけど、特にその介護が必要な状態とか認知症とかいうわけでもなく元気でいてはくれてるんですけど、さすがにもうちょっとこうなんかサポートしてあげなきゃいけないだろうなっていう時期には来てるんですね。ですので、まあ、でも人生やっぱりそういうふうにいろいろできる時期もあれば、ちょっとお休みしなきゃいけない時期もみんなあると思うので、まあ今回はちょっと区切りにしようかなと実は思ってるんです。でもしかしてこの先また何かできる時が来れば、その時ご縁があれば何かやりたいかなって思うかもしれませんけど。忘れてた、すげえな、みんな上物らしいぜ。自分たちが大学生の頃からこう旗揚げして、地元でアマチュアで、まあ、劇団ずっとやってきてて、もう 3,4 年前ですかね、どうしてもその子育てがしたくて、僕は一回それをちょっと休むわと言って今休んでたところなんですね。でただ今回はどうしてもそのバラさんの演出でっていうので、もうどうしてもやりたいって言って参加してるんですけど、環境の変化ってどうしてもあって、その時間がそのお芝居に割ける時もあれば割けない時もあって、僕は正直今割ける状況ではあまりないんですよね。でそれは子育てがしたいんですよ僕は。そこを見る、子どもの成長を見るっていうのもすごい楽しいことなんで、でいつかまた自分がもう少し自分のことをもっともっとやりたいって思う、まあ、時期はもう少し先に多分あるんで、それまではそういういろんな経験をまた自分なりにしといて、でそこでまた溜まっていたものが、いろいろとお芝居に生かせたらなっていうふうには思いますね。なんでしょうね、どっかで多分その20代から30代からにかけてこうやってきて、芝居っていうものがもう意識せずには生活できないというかそういう状況にはなっちゃってるんですよね。でそれができない時って見ちゃうとやりたくなっちゃうから、ちょっと目を塞いでこう
見ないようにもしてるんですけど、とはいえやっぱり見ちゃうし考えちゃうし、今度また本格的に自分がこう熱意を持ってどんどんやるようになるのが何年後なのかっていうのは分かんなくて、やっぱり演劇ってそういう年齢が関係なく、あの若くてもお年寄りでもやれるなんかコンテンツじゃないですか。なんでそれをはあのまたいつかそういう巡ってくるこう機会がきっとあるのかなって思ってます。やった劇団を初めて休団したいって思って休団した時だったんですよね。でちょっとはっきりと息切れっていうのを自分で感じて、あのお芝居のことを考えないようにしようって思ったし、もし違うことをやりたいと思ったらやめてもいいって思いながら、ほっといても愛してしまうし、ほっといても考えてしまうし、あのもう自分のだから勝手に手はあるわけで、今もうもはや自分がこれを切ろうか切る前とかって今考えないわけじゃないですか。だから当たり前に手があるみたいな感覚できっとずっとあるものだから、あとはワクワクするっていうことを自分がその旅してる間ワクワクするまでほっといたみたいな感覚は割と大事にしようと思ったんですよね。一回そういう時は休んででもいいからまたワクワクする状況になるまでほっとくぐらいの勇気覚悟を持って、自分からどうせ離れないんだから、あの休ませる時間があってもいいから、あこういうことやってみたいな、ああいうことやってみたいなって思う自分、思うようになれる自分を信じて続けていくんだろうなっていう。